できないんじゃ、できないじゃん。いきましょう。失礼しまーす。皆さん、こんにちは。ひまわりチャンネルのパパとママです。はい、今ここで喋っているっていうことは、そう、ひとりです。今、夜中12時過ぎぐらいですね。そうね。はい、おまちゃん、おちゃんは今熟睡しております。すっかり寝ております。はい、つまり今回はまーちゃんとおちゃんに寝起き、寝起きドッキリ。前回ね、ボービーでやりました、はい、やりましたね。いやー、もう2人でもキャピキャピキャピ逃げ回って、うん、今回もすごいの出ます。ちょっとお待ちください。はい、ちなみに今回はホテルに2泊するので、2日連続ホテルにします。初日はね、これで、はい、で、まーちゃんおちゃんを、あ、終わったと思わせて2日目これでいきます。じゃあ見えない、見えない、ちょっと下かな、見える、見えないんじゃ、できないじゃん。ジム・キャリーのマスクだね。イエス。怖い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 よ、もうやめて。疲れてる。はい、こんな作戦で今回はドッキリやっていきたいと思います。イエーイ。あ、ちなみにちょっと寝てるまーちゃんとおちゃん覗きに行きましょう。
した。え、全然びっくりした。パパだ。パパだ。ドッキリって分かってる。最初ドッキリって分かった。パパでしょ。もう一回。大失敗やん。めちゃくちゃ熱い。頭隠したのが良くなかったんじゃないですか。顎を見たらさ、顎が見えてたからさ、パパだって思う。顎で分かったの。どれ、エマちゃん。やばしないで。うざい、うざい。成功？口成功？目を上げたら、これ目の前にいたらどうだった？パパだって思った。それかぶってさ、それを見てもさ、パパだねって思った。あ、そう。汗いっぱい。でも視野悪いんだ。こぶつけましか乗っけないね。ほぼ見えてねえ。ほぼ見えてない。ほぼ見えないね。残念、失敗。あうちゃん。いや。あまちゃん。かぶってみる。かぶってみる。もうダメだ。残念ながら寝起きドッキリ失敗してしまいました。これやっぱインパクトないかな。ボービーに比べると。これの方が面白いよ。パパって気づかなかったもん。本当。機会があったらリベンジします。だってパパの声がさ、ボビーみたいだったの。もうちょっと声が違かったら大丈夫だったのかな。おちゃん、エンディングやってくれる。グッドボタン押してね。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ、また見てね。もうすっかり目覚めたね。コメントもらおうかな。コメント、私寝てる時にあのね、パパにね、あの起こされたと思ってうっすら目開けたのね。そしたらもうほんとしつこくて、もうちょっと目開けてみたら顔見えたのね。そしたら気持ち悪くて、気持ち悪いってはっきり言ったって。じゃあマージャンおちゃんもドッキリに引っかからないのか。もっと怖いドッキリだって引っかかるのにね、マーちゃんね。なるほど、リベンジするからね、待ってろよ。やったー。おちゃん、おはよう。おはよう。おちゃんはもう目が覚めてしまいました。なのでまーちゃんにだけドッキリします。皆さん、深めです。はい、おはようございます。朝でございます。
まーちゃん、おはよう。おはよう。おはよう、ミイラくん。見てやってよ。まーちゃん、ミイラ。やっぱりフードかぶるのがね、良くないよ。インパクトが減ってるよ。そう、この方が絶対いい。こっちの方が怖い。こっちの声面白い。面白い。おうちゃん、なんで起きたの？ね、おうちゃん、なんで起きたの？だって、マーチも家にあるって言ったから。汗はすごい。想像した時の全然違うわ。とか、起きて、この間ボービーみたいに走り回ったりとか。じゃあ、次もっとすごいマスク見つけてくるから。もうなんか宣言したらさ、あ、もうそこバレるよ。はい、というわけで寝起きドッキリは失敗でした。パパとママが浅はかでした。悲しい、うん、もう一回寝ようかな、パパ。もうすっかり朝ですから、起きてください。じゃあバーバー、乗ってみてね。はい、また機会があったら懲りずにドッキリしまーす。バイバーイ。今度はもっとびっくりしてね。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバーイ。